北海道コンサドーレ札幌1、3横浜 F マリノス J1、10節、明治安田生命 J1 リーグ第10節の、北海道コンサ、レ札幌対横浜 F マリノスが16日に行われた。合わせは3、1で、アウェーのマリノスが勝利した。今、ズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超、1ヶ月無料を試し実施中、8試合を消化して2勝。 2け4敗のコンサドーレ札幌と、よ勝しょはけ1敗の、マリ、スの対戦。試合は立ち上がりに、マリノスが決つ、を迎えた。開始8分、右サイドからエウベルが、ロスを入れると、マルコスジュニオールが、ルマエでフリーになって、ダイビングヘッド、とらえた。しかし、これは GK に惹かれて、先制点とは、らない。前半の終盤は、コンサドーレ札幌にち、ミスが続く。 43分には、チャナティップが抜けて、手後期が訪れると、出てきた相手 GK の前で、オーパ、このボールに、アンデルソン・ロペスが走り、んだが、右足でのシュートは枠を外れてしまった。それでも後半の立ち上がりに先制したの、コンサドーレ・札幌 CK の混戦から、アンデルソン・ロペスが押し込んで、ゴールネットを揺らし、その後はマリノスが同点弾を目指すが、 中か,か決められない。それでも80分、ついに追いつい、途中出場の天野順が、右サイドでパスを受け、と、鋭い切り返しで突破。ペナルティエリア右、入ったところで、アウトサイドのクロスを入り、ルと、オナイユアドーが押し込んだ。勢いづくま、ノスは82分に逆転弾。前田おじかりが、水沼浩太の、く、すに合わせてに1とする。 一気に逆転したマリスは、アディショナルタイムに、エウベルガゴルを奪って試合終了。コンサドーレ札幌枠、武装説25周年記念試合を勝利で飾る、ことはで、なかった。得点者、47分1、レイ・アンデルソン、ロペス、札幌80分1、一応内優、アドー、横浜 FM82 分1、二前田を子狩り、横浜 FM99 分1、 サンエウベル、横浜 FM、両。